ご視聴いただいている皆様、こんにちは。パン研究家の内橋です。いかがお過ごしでしょうか。本日の動画はですね、製パンのコツ動画になっております。前回がオーソドックスな俵成形の紹介をさせていただきました。で、あの俵成形にね、すごく似たですね、巻き込みロール成形っていうのがあるんですね。ですので今回はそのロール成形をね、詳しくゆっくりとですね、2画面2つのアングルを使ってね、紹介していきたいと思います。ではですね、早速始めていきたいと思います。軽くですね、手ごな作業粉は振ってください。どうしてもね、生地がですね、しっとりとベタつく生地であればあるほど手にひっつくんですよね。そうなると手にベタベタひっつきますし、作業効率も悪くなる。しかも生地も傷んでしまっていいことがありません。ですので作業をするとき、こういう風に成形とか丸め、生地を扱うときには生地にですね、負荷がかからない程度にですね、このように手ごなを使用してください。ですが、振りすぎることによって生地がツル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 滑ってしまう可能性もあるので、ここはまあ経験になります。ですので、この生地であればこれぐらい粉を振ったらやりやすくなるっていうのをですね、何回も行うことによって学んでいっていただければと思います。ではですね、本日ね、紹介するロール成形なんですけども、まずですね、綺麗な面がこのようにあります。そして荒れてる面ですね。で、荒れてる面をまず上にしていただき、中心でトンと押さえてください。そしてここを筋つけることによって、一回ここを軸にして生地を巻き込んであげます。そうするとこのようにですね、ぷっくりと張った状態になります。この丸い生地だったのが、このようにナマコ型になって、かつですね、張った状態、腰のある状態になってますね。緩んでるけども、こっちは一回巻き込んだから張ってます。事前にこの作業をすることによって、生地がですね、締まった段階で生地の成形と進むことができるんですよね。で、生地の成形だけでね、生地を締めるってなると結構難しいところにもなりますし、これをやることによって保険にもなるんですよね。ですので、これはぜひ皆様やっていただきたいと思います。で、これが終わりましたら、生地をですね、手を平らからお椀型にして、大きいガスを抜きながら生地を整えていきます。で、この時に手をなんでこういう風にペタってしないかというと、こっちの生地でやらせていただくんですけど、全くこういう風に同じようにして手をですね、お椀型にせずペタッとした状態でやってしまうと、生地は張ってるんですけども、ペチャンとしたちょっとですね、表面にシワが残る感じですね。こういう風にそのシワが残るってことは、張りが若干浅いっていう部分なんですよ。ですので、同じように張れてるように見えるんだけども、こっちの方が張りが弱いんです。ですので、生地の緩む感じも触っていただければわかるんですけれども、こっちの方が生地がですね、しっかりと張ってるので、逆に伸びにくい生地になってます。これはね、皆さんはぜひ自宅で試してみてください。生地をきつくきつく締めれば締めるほど、生地の伸展性っていうのはなくなっていきます。で、これができましたら、次にしていくのがこっからの成形になります。で、このまま成形してしまうと、綺麗な面が上になってますので、巻き込んでしまうと荒れてる面がね、表面に出てしまって、生地の見た目、パンの最終的な見た目が悪くなってしまいます。ですので、この荒れてる面を中に入れて成形していきます。ですので、このように生地をですね、伸ばすことができましたら、綺麗な面を下にして、そして縦に移動してください。そしてこの段階で軽く生地を押さえて、表面の厚みをね、整えてあげます。で、これができましたら、前回のね、俵型では下から巻き込んで、上から1,2,3回折り込んでいく形になったんですね。ですが、今回はロール成形になりますので、上から巻いていく形になります。で、巻いていく時の方法なんですけれども、例えばですね、上から普通にくる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 って巻いていくのと、一回ずつ締めながら、生地を張らせながら巻き込むことによって、生地に張りが出てくるんですよね。そうすると、最終的に窯の熱だったりとか、生地の最終発酵の段階で、その生地の力を使ってボリューム、高さが出るんです。で、そこの違いが、最終的にいかにその成形の時点でしっかりと表面を張らすことができたか、生地を締められたかによって変わってくるんです。で、これはどういう風な仕上げにするかによってもちろん異なってくるんですけれども、ボリュームを出す、例えば山形食パンだったり、こうソフト感もしっかりと必要なパンであれば、ある程度しっかり張らせないと、生地が発酵の途中にだれてしまったりとか、最終的に窯の身が浅くなってしまう可能性があります。ですので、この段階でしっかりと生地を張らせてあげて成形をする。これがね、非常に大切になります。で、この際なんですけども、まず上から巻き込んでいく成形になるんですけれども、このままね、このように、くる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 って巻き込むのが非常にオーソドックスな形になります。
そしてこの閉じ目を押さえてあげて、ここでひっつける。指でもいいんですけども、ひっつけてあげる。これがですね、非常にオーソドックスなロール成形にはなります。で、これでも全然大丈夫なんですけれども、やっぱりしっかり締めてあげた方が、さっき言ってたみたいにボリュームは出やすくなります。ですので、このように押さえてあげて巻き込んであげる。そして手をお椀型にして生地を潰してあげる。まあ、潰すっていう感覚、そして生地の大きいガスを抜くっていうところのポイント、ここもね、しっかりと押さえておいてください。そして大きいガスがね、このように出てたら軽く叩いて、そのガスだけ潰してあげる。で、ひっくり返してあげて形を整えてあげて、あとは上から巻いていく。で、さっきの巻き方、これは覚えておいてほしいんですけれども、今からはしっかりと締める別パターンを紹介します。ですので、1回ずつですね、締めていく形になります。上からグッて巻き込んで押さえる。で、押さえることによってここが張ります。ですので、これを繰り返す感じです。このまま2回、そして3回で、生地を普通に巻き込んでいくと、どん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 細くなってしまって、このね、生地の厚みっていうのが最終的に変わってしまいます。ですので、生地を少し整えながら巻き込んでいってあげる。で、最後、こことここをグッと持ってきて、指で押さえてもいいし、このですね、手首を使ってしっかりとここを閉じてもらってもいいです。これはね、皆様がやりやすいようにやっていただければと思います。どっちでも大丈夫です。はい。そうすると、これね、横から見ていただいたらわかると思うんですけど、同じような工程を使って、まあ、成形させていただいたんですよね。まあ、やってるような成形自体は同じように見えたと思うんですよ。ですが、しっかりとですね、都度張らせながら、締めながら巻き込むことによって、張りのある生地っていうのは、こっちの方がですね、確実にあるんですね。で、横から見ていただいたらわかると思うんですけれども、こちらはね、少し緩みがあって、腰が落ちてる感じになってると思うんです。で、これ単体で見ると、は綺麗だな、腰が上がってすごく張りのある生地だなって思うかもしれないんですけれども、これと比べるとやっぱりこっちの方が底からクッと巻いてですね、立ってるのが分かりますよね。自立してるというか、腰があってより張りがある感じで、触った時の反発も強いんですよ。で、こっちは触った時の反発はあるんだけども、少し締めがこっちに比べると弱いから、こっちの方が確実に反発するスピード速いですよね。押さえた時にぐーっとこっちは押し返す力があるんですよ。でも、こっちは押しても少し戻る程度、こういった部分でね、張りの違いっていうのが出てきます。ですので、全く同じような生地を仕込んだとしても、こっちの方が確実にボリュームのある、しっかりと膨れるパンになるんですよね。ですので、しっかりとボリュームを出したい、ボリュームのあるパンに仕上げたい、まあ、食パンね、先ほどお話ししたように、それとかソフトブールとか、あとはまあ大きい、例えばカンパーニュを焼きたいとか、いろんなですね、用途によってこの成形方法もね、使い分けていただきたいと思います。貼らせるときはこのように1回ずつしっかりと巻き込んでいく。で、軽くゆるく丸め込みたいっていうときはこういう感じで一気にコロコロコロってやっていただいても大丈夫です。ですので、皆さんもね、この機会にぜひね、こういうロール成形があるっていうのを覚えておいてください。このように整えてあげて、しっかりと締める場合は上からグッ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 と押さえてあげて、最後このここですね、しっかりと引っ張ってあげて、同じ生地の厚みになるようにして、最後ここを閉じてあげる。で、転がしてあげて、もし閉じが浅かったりしたらつまんであげてください。ですがね、ここでしっかりと締められているのであれば、最後にこうやってつまむ必要はないんですけれども、確実性を取るのであれば、一度ね、成形し終わった後つまんでいただいた方が綺麗に仕上がるし、まあ安心感もあると思います。で、ひっくり返していただければ、このように前回紹介した俵っぽい形にはなるんですけども、巻き込みになります。で、この巻き込み、いわゆるロール成形は、例えば渦状にフィリングを入れたいとか、そういう時に使っていただければ、切った時の断面っていうのもね、楽しさが出てくると思います。ですので、同じようなパン、同じような見た目の成形であっても、どういう風なパンにしたいかっていうのでね、いろいろと成形の使い分けっていうのはね、できますので、ぜひですね、皆様この機会にこの成形方法をですね、知っていただいて、そしてそういう風に理解も深めていただいてね、自家製パンライフをより良いものにしていただければと思います。今後もですね、このようにいろいろなね、製パンのコツなども紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Bye.